こんにちは。スタジオアップルシーの子育て悩み応援相談員の阿部です。昨日はもう春一番が吹いてあったかくなってきましたね。すごくワクワクする季節です。新生活も始まる方が多いと思いますので、ぜひ私もちょっと新生活がね始まりますので、ぜひ皆さん楽しく頑張っていきましょう。では、今日の子育てのヒントに行きます。今日はキッズスキルその5です。前回キッズスキルその4でスキルの名前をつけました。子供から、子供が自らつけたり、あとは大人がヒントを出してスキルを決めてあげたりとかしましたね。さらに今日もですね、子供のうまくモチベーションを上げていく、子供が自らそのスキルをやっていこうというですね、姿勢を後押しするために、このヒーローを選ぶっていうところなんです。そう、このヒーローっていうのはこのスキルを子供が身につけるために助けてくれるお助けマンなんですね。このスキルを助けてくれるヒーローを選ぶことによって、子供は何かちょっと辛かったりとか、何か問題行動を起こしそうになった時にそのヒーローが助けてくれるっていう、こう思いを持てるわけです。例えばこのヒーローは何でもいいんですね。例えばこの一番キッズスキルがメインで行うフィンランドでは、例えばこう動物っていうのが子供の守り神になることが多いらしく、例えば猫とか犬とか鹿とか何でもいいんで、動物がヒーローになったり、それこそスパイダーマンになったりスーパーマンになったりとか、アニメのねキャラクターになったりしてもいいんです。でポイントなのがですね、この、これ心理学でもすごく言われるんですけど、よく心理学上で子供のこういう問題行動を直させる場合で強制させる場合が多いんですよね。でも今回のこのキッズスキルは子供の想像力を豊かにしていくんです。例えばじゃあスーパーマンっていうスキルをつけたら、例えば、子供に唾を吐いてしまうっていうのが問題だった場合、スーパーマンが助けてくれると思えば、あ、僕がじゃあ今スーパーマンだったら唾を吐くかどうかなって考えるようになれるんです。そのスーパーマンになろうと自分を真似することによって、そのスキルを直すっていうこともできるっていう、模倣とかイメージ力、想像力がすごく豊かになるっていうことができますね。あとさらにイメージを強くさせるためには、絵を描いたりポスターを貼って視覚的に子供に見せてあげると、さらに意識しやすくなると思います。これ大人の世界ではスポーツの世界でもすごく有名なんですよね。例えば有名バスケットとかでさ、 NBA の世界では、じゃあこの時マイケル・ジョーダンだったらどんな風な動きをするかなっていうようなイメージをする選手が多いっていうのも聞いたことあります。ぜひこれも参考にしてみてください。キッズスキルその5、ヒーローを選ぶでした。ありがとうございました。